コンガマ島は、アフリカで目撃されている未確認動物。鳥類かあるいはコウモリあるいは、翼竜のような外見で、体毛や羽毛はなく、くちばしには、歯が生えている。体長は1.5から2.0メートルほど。北ローデシアで目撃されている。地域によって、呼び名が異なり、アイラリ、バジ、クイ、ガゴーラゴーとも呼ばれる。フランクメランドは、1923年に、 その著書、ウィッチバウンドアフリカで、英領北ローデシアのマウィニランガ地区にある湿地帯に生息し、小さなボートを襲う大変危険な生物として紹介している。体は赤く、翼長は4から7フィートに及ぶとしている。現地人は、メーランドの所有していた、恐竜図鑑の中の翼竜の絵を見て、コンガマ島だとおののいたという。1932年には、 アメリカの動物学者で、オーパーツという言葉を作ったことで知られる、アイバン・サンダーソンが、カメルーンのアスンボサンの峡谷で鋭いくちばしに歯が、ある怪物に空から襲われた。彼は、怪物から逃れるために川に飛び込んだ。彼はすぐさま拳銃で撃ったが、すでに怪物は飛び去った後で、辛くも助かったという。彼曰く、ワシよりも巨大で、長いくちばしとそこに生えた歯。 口しをカチカチと鳴らし、翌朝3.5メートルもある翼で羽ばたいて、急降下してきた。喉のあたりの肉たれが印象的で、この生物を原住民はオリジアウト呼んで恐れていたがコンガマ島と同じであろう、とサンダーソンは述べている。この話には別バージョンが存在する。サンダーソンが上空を飛ぶ、謎の生物を撃ち落とし、それを拾いに川に入った時にコンガマ島らしき、 生物に上空から襲われたという話である。ちなみに川に落ちたこんガマ島はサンダーソンによればすでに川に流されてしまっていたという。1956年にはエンジニアの JPF ブラウンが現在のザンビアのバングエウルコ付近でこの生き物を見たと言われている。午後6時頃に2頭がゆっくりと静かに頭上をまっすぐ通過したという。 彼は原始時代の生き物のように見えたと言っている。彼によれば目撃した生き物の浴長は約3から3.5フィート、体長は約4.5フィートだったということである。長細い音、犬の鼻のような尖った頭を持っていたという。翌年には現地の病院に胸に重傷を負った患者がバングウェールで大きな鳥に襲われたと訴える出来事があった。 襲ってきた生き物の絵を描くよう求められると、果たして翼竜のような絵を描いたという。この絵は現在は残っていないということである。この場所は、バードウォッチングに適した主要な場所として、宣伝されているが、バードウォッチャーから、このような大きな生き物が見られたという報告がされたことはない。類似した生き物の報告は、アンゴラ、ジンバブエ、コンゴ、ナミビア、タンザニア、 ケニアでもされている。正体として絶滅した空飛ぶ、爬虫類翼竜の生存説がよく取り上げられる。会議論者は、鳥類が繁栄する現代に、果たして翼竜が生き残れるのかという疑問を投げかけており、アフリカに住む、最長などの鳥の五人、大コウモリの新種説が挙げられる。未確認動物学者のアイバン・サンダーソンは、コンガマ島の正体として、 未確認の大型ウマズラコウモリを挙げており、動物学者で未確認動物学者のベルナール、ユーベルマンスも同様な説をとっている。ありがとうございます。